おととい、瀬戸内寂聴さんが心不全により京都市内の病院で亡くなりました。99歳でした。瀬戸内寂聴さんは1922年徳島市に生まれました。姉の影響で幼い頃から本を読むのが好きだったといいます。東京女子大学在学中に結婚しますが、夫のかつての教え子と恋に落ち、4歳の娘を残して家を飛び出しました。寂聴さんは夫との離婚後、作家生活に入ると、自身の体験をもとに女性の愛と性を巧みに描いた作品「夏の終わり」で女流文学賞を受賞します。その後も次々と小説を発表し、人気作家となりますが、51歳で出家した時には世間を驚かせました。僧侶と作家の顔を持ち、400冊以上もの本を世に出し続けてきた寂聴さん。2006年には文化勲章を受賞しました。そんな寂聴さんが30年以上にわたってほぼ毎月続けてきたのが、京都での法話の会です。もう主人がね、30年前に死んだから、私がね、今から行ってね、主人はね、老けた私を分かるでしょうかなんてね、聞かれるのね。あの世はね、そのね、外見じゃなくっての心と心のね、付き合いだからね、あなたのご主人はね、あなたを見たらもうすぐね、駆けつけてくれてね、隣の奥さんとこなんか行きませんよなんて言うとね。自身の波乱万丈な人生をもとに、ユーモアを交えながら、病気や人間関係に悩む人々に語りかけてきました。やっぱりね、これにしろ何にしろね、人を愛し、そして人に愛されたっていうことだけがね、最後に残ります。皆さんおそらくね、もう愛し愛された人が送ってらっしゃると思うんです。もしまだそのね、まだだと思う方はね、急いで今日の帰りに行ってもね、ちょっと下がってます。苦しい時でも明るく自立して生きる寂聴さんの姿に多くの人が励まされ、その人気は衰えることを知りませんでした。こんにちは。はい、はじめまして、はい、ABC テレビの上田と申します。今日どうぞよろしくお願いします。キャストの上田アナウンサーは3年前に寂聴さんと対談。私この春からニュース番組の司会をすることになったんです。そう、はい、それおめでとうってことで。 ありがとうございます、うん、よかったね。でもね、ニュースって今まで接することはもちろんありましたけれども、うん、どうやって接していいかっていうのがすごくニュースは難しいと思ってるんですよね。相手にね、もう喋らせてるいいんですよ。大体ね、うん、そのあなたのような人たちはね、自分をそのね、認めてもらおうっていう気持ちが強いからね。だからその、なんかちょっとね、気の利いたこと言おうと思って努力するでしょ。そんなんね、みんな聞いてないんですよ。失敗するほど面白いんだからね。だからね、はい、あんまり硬くならない方がいい。あ、うん、緊張する上田アナに、優しく接します。年を取るって無敵ですね。人が好きなんですね、まず。そうですね、ええ、うん、でも好き嫌いがね、あるのよね。それやっぱりね、出家してからね。僕も実は好き嫌いあるんですよ、人に対して、うん、どうやったらね、どう努力したらなくなってきたんでしょう。それやっぱり年を取るしかないんじゃない。年を取るって無敵ですね。年を取ってだって今、97、6なんかですよね。よく生きてきたわね。うんざりするわ。あっという間ですか。それともあっという間ね。本当にあっという間ね。400冊もの作品を世に出し、生涯続けた作家としての活動について尋ねると、書くことは
面倒くさくはないんですか？面倒くさくない。好きなんだもの。恋が好きだようにね、はい、書くことが好きだ。へー、恋と書くのは一緒ぐらい、一緒ぐらい、うん、一緒ぐらいですか？いちいちね、あの人いいわとかね、この人いいわと追っかけたりはしませんよ、もう、みっともないからね、だけど、誰かね、やっぱりいちいち一人、ああ、いいなと思う、そういう気持ちがね、もうないとね、やっぱり小説書けないと思う。15年前、執筆について聞かれた時も、その書いてらっしゃる時というのは、そのあえてお聞きしますが、どういうような快感というか、まあね、分かりやすく言えばですね、あなたが好きな女と寝るでしょ、それよりいいです。対談で寂聴さんに死と孤独についても聞いていました。僕寝る前にね、いつも死んだらどうしようって考えてしまうんですよ、うんうん、死ぬのが怖くて怖くて。ああ、それはちょっとお医者さん行った方がいいんじゃないの？死ぬことは怖くなかったんですか？あんまり怖くなかったけど、でも死んでやろうと思ったことはあるわね。面白くなくて、はい、物書き出した初めね、はい、なんかもうすごいいじめられてね、それで悪口ばっかり言われてね、一目にあったんですよね、うん、でその時にね、もうその時はその悪口を言うね、連中ね、死んでしまえと思ったのね。死んでしまえとも思ったんですか？あのやつ死んでしまえと思って、みんな死んだ。元気で長生きすれば死んでしまえと思った人みんな死んじゃうんだ。そうそうそう。最終的には邪魔を見ろと。これはモーツの言う言葉ではない、小説家の言う言葉。